はい、群馬県は館林市でございます。右側館林駅はい、皆様こんにちは。便利ハッピーの門野口です。11月3日水曜日、夕方6時7分でございます。ちょっと急遽、やむを得ざるご事情でちょっと夕方お寄りさせていただきました。はい、アパートの2階のお部屋から、はい、家具、マットレス、その他もろもろですね、はい、お引き取りさせていただきました。本日も便利ハッピーのご利用誠にありがとうございます。フロントガラスがもう少し綺麗であれば、このようにちょっと斜め状に光の、曇った感じがなくなるかと思うんですけど、どうしても夜のご案内はあまりどうでしょうかね。館林市本町アパート2階からですね。ちょっと2部屋3部屋あるんですけど、1階2階ですね。上に蛍光灯4つあるうち3つ下消えてて、上も4つあるうちの3つ消えてましたね。あんま管理が行き届いてないんだか、ちょっと暗くて階段なんかもよく見えなかったですね。風は落ち着いてます。ないですね、ほとんど穏やかになってます。昼間のちょっと強かった風は夜になると静かになりました。ちょっと地図上表記ないんですけど、なかったんですけど、平成通りっていう名称ついてたかな、もう、ついてたと思います。この通りですね、先日もこの辺で作業させていただきました。館林市です。松原です。ちょっとあまり一部分の区間でのご案内になりますので、そこまで原一丁目です。もう皆さん家路に急ぐところでしょうかね。祝日、6時回った時間、一応夕方ですけども、夜同様ですね、この暗さが。354号線です。
はい、ではこの辺でご案内を終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。